イガエスパニョーラ通算227試合出場95得点の実績を誇っている。スペイン代表としては 2002FIFA ワールドカップに出場した。RCD マジョルカセビージャ県ラアルガバに生まれ、レアルベティスの株組織で育った。その後、RCD マジョルカの株組織に移り、 1998から99シーズンにトップチームからデビューすると、プリメーラディビシオン昇格を決めた。1999から2000シーズンには CD、ヌマンシア戦でプリメーラディビシオンデビューして初得点も決め、最終的にはトップリーグ初挑戦ながら18得点を決めた。2000年末にはレアルマドリードに移籍しかけたが、 レアルマドリードのローレンソ・サンス会長が退任し、スター選手を好んで獲得する、フローレンティーノ・ペレス会長が就任したため、移籍は取り留められた。デポルティー・ボラ・コルーニャ2000年夏、デポルティー・ボラ・コルーニャに移籍し、4から5から1フォーメーションでのロイ・マカアイなどとの連携で相手を恐怖に陥れた。2000から01シーズンは、マカアイがワントップのレギュラーであり、 試合に継続的に出場できなかったトリスタンは遺跡を匂わせたが2001から02シーズンには絶対的なレギュラーとなりリーグ戦で21得点を挙げて得点王となった同シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは6得点コパデルレイでは5得点を挙げシーズンを通じての得点数は32点に及んだ2002年4月7日の RCD マジョルカ戦では ハットトリックを達成している。しかしその後、スペイン代表召集中に足首を負傷し、ヨーロッパゴールデン州を獲得したマカーアイに完全にポジションを奪われた。2002から03シーズンは、ベンチ生活を余儀なくされ、リーグ戦では23試合に出場して9得点に終わったが、公式戦全体では19得点を挙げた。2003年6月にマカーアイが、 バイエルン・ミュンヘンに移籍すると、トリスタンは調子や自信を落とした。2003から04シーズンは、チームの公式戦56試合のうち、出場しなかったのは8試合だけであったが、フル出場はわずか1 0試合で、20試合は途中、出場であったため、得点は13点に終わった。6シーズン在籍したデポルティーボでは、リーグ戦で87得点を挙げ、 ファンカルロス・バレロンの代わりにトップ下を務めたこともあった。2006年9月1日、リオネル・スカローニーと共に戦力外通告を受けた。RCD マジョルカ復帰ボルトン・ワンダラーズ FC など、スペイン国内外から獲得への関心が示されたが、2006年9月、フルス RCD マジョルカに移籍した。しかし、コンディション不良が続き、 得点を奪うこともできなかったため、2007年1月31日に放出された。同年末までの半年間は無所属状態であった。エースリボルノカルチョ2007年7月、FC シャフタールドネツクに移籍したクリスティアーノ、ルカレリの後釜を探していた、イタリアセリエ A のエースリボルノカルチョと1年契約を結んだ。 2007から08シーズンはわずか1得点しか上げられず、チームもセリエ B に降格した。ウエストハムユナイテッド FC2008 から09シーズン開始時点で所属クラブがなかったが、2008年9月30日から、プレミアリーグウエストハムユナイテッド FC のトライアルを受け、10月14日に契約を交わした。 12月8日のトッテナムホットスパー FC 戦の83分に途中出場してデビューし12月28日のストークシティ FC 戦で途中出場から移籍後初得点を決めた2008から09シーズン終了後にウエストハムを退団したカディス CF2009 年7月24日セグンダディビシオンのカディス CF に移籍し14シーズンぶりに アンダルシア州内のクラブに戻った。2009から10シーズンは調子を取り戻し、最後の試合となった CD ヌマンシア戦では2得点を挙げたが、クラブは19位で、セグンダディビシオン B 降格が決定した。デポルティーボラ・コルーニャでの活躍が認められ、2001年6月2日、2002フィファワールドカップ、ヨーロッパ予選のボスニア・ヘルツェゴビナ戦で、スペイン代表デビューし、 この試合で初得点も決めている。日本と韓国で共催された 2002FIFA ワールドカップ本大会には背番号10をつけて臨んだが大会中に負傷し無得点と不完全燃焼に終わった。2003年9月6日最後のスペイン代表キャップとなったポルトガルとの親善試合で代表4得点目を決めた。ありがとうございます。